スマートフォンで1000万円を超える超高級車をポチッと買う点々藤本美樹さんことミキティが2023年12月2日に自身の公式 YouTube チャンネルを更新しテスラモデル X の購入プロセスを公開しました現在ミキティさんは5人乗りのテスラモデル3を所有していますが 今回は3人の子供たちの成長に合わせて、モデル X への買い替えを決断したと語ります。モデル X は、テスラ社が開発した SUV タイプの EV、電気自動車で、5人乗りから最大7人乗りまでの選択が可能です。強力なモーターにより、停止状態からわずか3.9秒で時速 100km に到達し、 後続距離は約 576km。また、後部ドアには唯一無二のファルコンウィングが採用されています。ミキティさんは2年前にモデルさんをスマートフォンで購入しており、今回もモデル X の購入プロセスがスマホで収録されました。今回購入したモデル X は左ハンドル仕様で、 ボディカラーやインテリアカラーは共にブラックを選択。広々とした車内を確保するために6人乗りのオプションを選び、スマホの画面には1000万円を超える価格が表示されています。モデルさんはローンで購入し、下取りに出すことを明かし、いい感じに売れそうと説明。 夫でお笑いコンビ品川商事の庄司智春さんが撮影していた中最後のワンタップで無事に購入が完了しました納車は2024年の1月から3月の予定でその際には納車の動画をアップする予定だそうですこの動画に対してモデル X うらやましいテスラモデル X 購入おめでとうございます といった祝福の声が多く寄せられています。また、ミキティは、歓喜がすごいですね。自分で稼いでこれだけの車をパッと買う。かっこよすぎるぜ、といった。スマホでのポチ買いに対する様々な反応も見られました。